そうなんです。そうワンデーだから、だからもうすぐにパイ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 やっちゃいます。もう目薬では流れないくらいの汚れがこびりつく。帰ったら取らない。私メガネ持ってないんですよね。いやメガネは伊達メガネならいっぱいあるんですけど、その何ですか、自分の視力に合ったメガネを持ってなくって、だから取ったら見えないんですよ。ありがとうございます。いやね、そのレンズを別に入れに行ってもいいんですけど、なんかそのさ目がすごい悪くて、メガネをかけたら目がちっちゃくなるんですよ。そのレンズの厚さ、わからん、なんかレンズのあのおかげじゃなくってレンズの影響で、あの目がめっちゃちっちゃくなるんですよ。それがなんか許せなくってかけてない。あとメガネが得意じゃないってのもちょっとあって、そのメガネが得意じゃないんですよ。このさ、ちょっと私が説明したい。ちゃんとした理由があるんですよ。ああやばい。全然絵が下手すぎてさ、いやこのさ横から見てこのメガネをこうかけてて、ここから見えるじゃないですか。ここがすごい視界がよくって、ここがめっちゃいいんですけど、視力ってここら辺、視力その視界がここら辺まで見えてて、ここはぼやけてるんですよ。このぼやけてるとこと、このあのいいところ、よく見えるところがもう本当に混ざり合うっていうか、なんかこう気になっちゃって、なんか酔うんですね、すごい。ああみたいな。な見ちゃうんですよ、この見えてないぼやけてる部分を。めっちゃ意識しちゃって。コンタクトで慣れるという、え、めっちゃわかる。それコンタクトつけすぎた人なので。そう。いや、この、これの、そう、もう、これが一番もう、理由。絵でよくわかった。そう、なんかここも見えてるじゃないですか、視界が。だからこうカチッみたいな、ゴーグルタイプのメガネがいい、一番いいね。ゴーグルがいいってこと。ねえ、セミが鳴いとんじゃけど。あれじゃな、バグったね、セミも。体感時間、え、あのさ、え、泣かなくない？夜セミは。泣いてる？泣いてる。あんま聞こえんかもしれん。
たありがとう。夜も泣く？え、夜泣きじゃ夜泣き。最近は泣くよ最近は夜更かしのセミが多いです。カブトムシも夜。え、カブトムシって鳴くの？カブトムシはちょっとね、あまり触れないというか得意じゃないです。攻撃されそうなんで。クマハートありがとう。聞こえる？めっちゃ聞かせたい。セミの声を聞かせたい。虫全然平気っぽい？それあれよ、私がさイモムシ持ってさお話し会したけん、多分虫平気って思われるけど全然平気じゃないよ。本物の？そう。なんか首に芋虫ついとってさお話し会来てくれた人がさ、なんか首についてるよって教えてくれてさ、え、なになにって言って取ったら芋虫で、お、芋虫だーみたいな。でめっちゃ引いとった、みんな、え、よしみたいな。でもさ、なんかずっとね、そう、それでなんかお話し会して、途中でスタッフさんが「今もしよう」って回収しに「芋虫と芋虫 with 芋虫」。ありがとう。どこで、いや、なんか外で写真撮ったんですよ。でその外、葉っぱの近くで写真撮って、多分そしたら葉っぱから落ちてきたんだと思う、私にで、それがお話し会中に首に登ってて、そう、一緒だった。気づかんかった。少女漫画みたいじゃない？首にイモムシついてるよ。あ、クマありがとうございます。あ、ありがとうでもさ、なんかあるよね、少女漫画にこういうシーンついてるよみたいな、ありそう。出会いはイモムシ、まあ、出会いはイモムシっていうか、まあ、違うかもしれないですけど。ギョってなる。え、でもなんかそんなこんな大きいイモムシじゃなくて、割とちっちゃいイモムシだったんですよ。なんかこううにょうにょみたいな芋虫、赤ちゃん。何色？覚えてないよ。何色だったっけ？黄色？金色？金色ではない。黄色か。
釣りしてたから虫が平気なイメージ。え、もう本当に私あれ無理だったんですよ。でももう心をもう無にしてやってましたね。あの誤解やっけ、なんか生きてるね虫をつけるんですよ針に、あの釣りの時に。もうあ本当にしんどかったよ。しかもなんか生きてるっていうのだけでもう辛かった。なんか動いてるからさ、なんか血が出てくるんだよね。もうそれうわダメだこの話やめよううわーってなんて。いやそう、でも釣り何回かしてたから途中から慣れたけど、まあでも海育ちなんですよ私。なんでまあもう割と触れてきた方なんですけどね。山奥、山も海もある。そう、船虫いっぱいいるようなところ、うん、なんかさ海の近くで育ったって言われたらね、本当にいろんな人にじゃあ海でよく泳いでたって言われるんですけど、海で泳いだことはほぼないんですよね。プールで泳いでました海で泳いだことはそんなにないです。海行くことはあるけどあんま泳ぎはせんかも。なんでな、もう怖い。海が、海のに入るのはちょっと怖いし、ちょっと上がった後に海ってちょっと何ですか、潮があるからちょっとペタペタするんですよ体が。それもなんかちょっとタワー来てるよ。嘘、本当だ、気づかんかった。ちょっと待って、ミッキーさんありがとうございます。ありがとう。じゃあちょっと昨日じゃない、一昨日だ、タワーの例もある。一緒にしよう。今砂浜ないのかな。え、砂浜あるんよ。ドゥルルルドゥ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 。そう、その砂浜はあります。さよくろ、え、今の私のこの鼻歌でよくわかったねこの A メロの一番最初だけ歌ったのマジですごい。しかも割となんか音程合ってないなって思いながら歌った。遊泳 OK? OK そうだよさよならクロール、今の絶対分からんだろうって思いながら。分かったん、すごい。音程の自覚あって草って自覚あるよ、自覚あるだけちょっと成長したかも。昔はなんか何が音程合ってるのか分かんなかった。いや今も分かんない時あるけど。ちょっと待って、これ何、浮き輪か、白鳥の浮き輪。そのさ、アイドルズでさ80年代の曲を歌うってなった時にさ、まあいっぱい練習してて、で中山美穂さんのそのキャッチミーを歌うって発表されたんですけど、
そのもう曲がなんか音程が全然自分もうずっと聴いても何回聴いても難しくて分かんなくって、そう分かんない曲は結構分かんないんですよ音程で、もうずっと聴いてってなって、難しそう、難しい、あ難しいです。難しいから大変ですいや本当に。でもね、その動画とかもいっぱい見てすごいね、めっちゃねダンスとかもキレキレでやっててめっちゃすごいなと思って、あの歌特に難しい、え難しいよね、難しいです。ぜひ聞いてみてください。頑張ります。え、ちょっと待って、なんかこれ白鳥かな、スワンって白鳥か、白鳥だね、なんか大丈夫かな、サビあたりむずい、え、むずい、サビあたりむずい、ビキニ着せよう、かわいいあの下からスタイル上に乗るんじゃなくて下に行くスタイル、かわいい、クマありがとう、あ、でん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 、じゃじゃーん、ミッキーさんありがとうございます。履いてますか、隠れてるだけで履いてますよ、あんまり上だけ着て下履いてない人いなくないですか、ありがとう、ありがとうミッキーさん、ありがとう、ね、みんな下は履くよね
ありがとう。ちょっとこの勢いで、ちょっとなんだっけ、山中湖の後のいただいたやつを、はい、じゃん、マクアラオンさんありがとうございます。これは富士山描きました。3765メートル。3776メートル。富士山プリン、富士山です。ありがとう、ありがとう、マクアラオンさん。みんなでなろう、マウントオブ富士。じゃじゃーん、ありがとうございます。あとこれ、じゃーん、ニコちゃんマークの人、ありがとうございます。あ、これ夜この髪型したんだよね。ありがとう、ありがとうね、ありがとうそう、この髪型した、汗かいてる、ありがとう、ニコちゃん、勝手にニコちゃんって呼んでるありがとう。ひみこっぽいです。え、ひみこ様は逆じゃない、毛先が。しかもひみこ呼びなんだけど。なんてこと。またやろう、この髪型。ありがとうございます。なんかね、ショートカットっぽくなる。あ、でもなんか今でもこう頑張ったらショートカットになりそう。これくらい。これ、あの腕が腕が必要。ずっとポニーテールに見えるな。うーん、難しい。ショートに見える方法が何個かあって、服の中に髪の毛を入れる、これもショートに見える。いい、ありがとう、ありがとう、タコも。丸みのある。ありがとう。ね、見えるよね。ロング派なのに。ダメですか？でも私ロング派の人多いと思うんだ。ロング派の人結構いるの。ショートは ST 入ってやったことないね。
可愛い、ありがとう。ショート過激派？え、でもいるの。え、いますよね。これは私とか限らず割といますよね、ショート過激派の人。なんかロング過激派の人はいないけど、ショート過激派の人はいます。そのロングからショートにするって時にもう遅延しちゃうぞみたいななんか髪の毛切ったら遅延しちゃうからなみたいな、なんか過激、結構過激なの。ショートにするってなると過激になる人。でもさ、あのショートからロングって徐々に伸びていくからさ、あんまりそのロング過激派はいないんですけど、趣味そうそう、そういう感じ。まあね、髪の毛ね、結構ね長くするのに時間がいるけんね。そうよ、一回切ったらさまた長くなるのにね時間がかかるもんね。ケンさんありがとう。髪切っても染めてもマイキーはマイキーだよ。そうなんだけど、染めはしないんだけど、私結構自分の髪色気に入ってるからさ、なんならもっと黒にしようかなって一回思ったんだけどあんま、そう染めることはないんだけどね。黒く、いやなんかね、そうお姉ちゃんがね髪の毛を真っ黒に染めてたんですよ。よく真っ黒に染めて美容室に行くたびに、なんかそれがめっちゃもう本当になんか可愛いんですね、黒、真っ黒の髪そう可愛くていいな。なんで、あ、でも抜けやすいんじゃない、色が茶髪になりやすくて。そうそう、で多分黒に染めてるんだよね。お姉ちゃん黒髪似合う。お姉ちゃんの今、え、黒髪なんじゃない、てか私みたいな感じ髪の毛だ。ありがとう。お仕事的になの？え、わかんない。どうなんだろう。そんなことないんじゃない？え、どうなんだろう。もう多分普通に黒髪が好きなんじゃない？お姉ちゃんは。アデキュー写せ無理だわ、無理や。多分あとあれですね、結構明るく染めたらこうプリン現象ですかに多分なるのがすごいあれなんだと思う。ちょっともう姉ちゃんはやだなんだと思う。結構ケア大変だよね。本当にありがとう。姉級過激派いっぱいいる。姉級過激派の人姉級うせえ、姉級見せろ、姉キュー声を聞かせて、姉キュー過激派姉を出せってすごい顔なしやん線を出せ。お姉ちゃんわからん、寝とるかも。なんか静かなんよね。
ベッドおった、さっき。本当にありがとうございます。疲れてるのかも。いやそうやね、だってさ今日あれでしょ、3連休明けのさ、みんなお仕事だったんじゃないんですか。まあ、3連休仕事だったって人もいると思うんですけど。暑い、確かに。あのさ暑い時にさ、ま、できるだけアームカバーするんですけど、もうアームカバーがすごい、あの蒸れて暑くて、だからアームカバーをパッて外してしまう時があるんですよね。でもこう日光が降り注いでるじゃないですか。でだからさ、私あの日光に当たらないこう歩き方をしようって思って、こう腕をこうやって後ろに組んで、こうやってこうやって歩いてるんですよ普段。こうやって腕を後ろで、そしたらさ、ここがさ、こう服でさ隠れるじゃないですか。そう、なんか先生みたいな。そう、学校の先生、見回りの先生みたいな感じで、街中を歩いてます。いやこれめっちゃいいよ、ぜひやってください。あの日傘アームカバーを忘れた人たちは、くって、しかもさ、ここの方がちょっと色が白いじゃん、この裏側だから、こういい感じに多分同じ色になるよ。いい、これ中村流歩き方。スパークの時に教えてほしかった。みんな日焼けしとったわ。効果ありか、いや分からん。でも最近ビタミン C 摂取してるよ、やっぱり生まれ変われ自分って思いながらビタミン C を積極的に摂取。そうですね、なんか日焼けとかには。美白、目指せ美白。聞いてる実感あるか、うん、気持ちも気持ちですよ、もう聞いてるかも。本当にありがとう。何、寝巻き浴衣希望しますって。何ですか寝巻き浴衣って。浴衣なのに寝巻き、ジンベエのこと着てほしいってこと。なんか私持ってたんだけどね、ジンベエ、ギャルジンベエジンベエだっけ。え、何、浴衣ギャルジンベ。浴衣いや色は黒、黒とピンクとみたいな。浴衣のメンバー、昨日いっぱいいたな。浴衣ね、浴衣はなかなかプライベートじゃ金券ね。うん、
自分で着れるの、え、自分で着れん、私浴衣、浴衣むずいんよ。なんかさ、女の子の浴衣の着付けめっちゃむずくてさ、あのこの間のお話し会もなんか全部ねやってくださる人がいるんですよ、着付けを。でなんか生写真とかも大体そう、なんか着付けしてくださるんですけど、いや帯もむずい、確かに帯もむずいし、なんか浴衣のこう丈を合わせたりとか、こういっぱいいっぱいいっぱいしないといけなくって、本当にむずい。浴衣の帯ほどきたいね。でもさ、なんか浴衣の帯ほどきたい人に言いたいんだけど、浴衣の帯ほどいて浴衣の下は結構真っ白で結構幽霊みたいだよ本当になんか幽霊出てきたって思うよ。あ、なんか白いの着てるの、下に白い幽霊の浴衣みたいな感じの、幽霊みたい、それがいい幽霊フェチ。そう、あとねめっちゃタオル詰めるの、このお腹とか。そのさ、浴衣はこうドンってしないといけないから、もうタオルをこうね、そうだから、あのタオル出てくるよあ、ごめんね、ほんとに夢見させて、あ、ごめんね。みんなタオルをね、そうタオルがいるの、浴衣着付けするときって。そうくびれなく、そうそう、なんかこう、なんですか、こうドンってするの夢がどんどんなくなってくって、そう凹凸がそうないようにする。そう、みんなが「えー?」みたいになってる。女の子はさ「え、そうだよ」って思ってるかも。でも現実が、現実違った、短い夢だった、ごめん。大変。え、でもさ、あとさ、帯さパッてさほどいた後もさ、全然紐がいっぱいさここにあるからさ、次の紐、はい、その次の紐っていっぱいいっぱい、そういっぱい紐でね結んでるんだよ。聞かなかったことにしよう、そうしてくれ元漁師か、漫画とは違う、どんな漫画読んでんだフフ男の人の浴衣は帯がめっちゃ腰らへんで、ここらへんめっちゃはだけてるイメージあるんだけど、そんなことない。でもさ、なんかはだけてるのがなんか結構もうステータスっていうか、そのそう、そんなことない、時代劇の見すぎ、あ、そんなに。でもなんか私高校生の時の体育祭で浴衣を着たんですよ。そのなんか四国民謡を踊るのがあって、で、あの男子も女子も浴衣っていう規則があって、で女子はもうお母さんとかが着てみんなこう着付けするんですけど、なんか男の子はもうパッて羽織ってパッてやって出るみたいな、もう1分ぐらいで着付け終了でさ、みんなどんどんはだけてってさ、もう着てないんじゃないかみたいな着てないんじゃないかっていう感じに、はだけ方が大事、あー、はだけ方がね大事かいや、なんかそうはだけてるイメージがある。
晒し膜え、あの押すみたいな感じですか。浴衣半分はだけてる。あれや、ホテルの浴衣と一緒や。ホテルの浴衣さ、朝起きたら全部さはだけてない。ホテルの浴衣さ着て寝る人いる？あのさね、はだけるよねあれ。全開。帯だけ？え、なんかさ、こうこうしてここで結んで、こうしてここで結ぶタイプの浴衣わかる？もう着た時点ではだけとんよ若干。あの中にも紐がついてるやつ。あれね、あれどんな人でもはだけます。だからなんかホテルとかで上下分かれてる下ズボンタイプの浴衣じゃないや、パジャマだったらめっちゃテンション上がる。シャッ大好き。下がズボンタイプ。パジャマ持ってかんけんさ、持ってかんよ。なるべく荷物は減らしたいのでパジャマ持っていくことないですね。わからん、その長期滞在とかになったら持っていきたいと思うかもしれんけど、うん、ありがとう。そもそもパン一で寝るとは言えんまあそんいっぱいいますよね多分パン一で寝る人はね、いますよね。しかもこの時期だしね、暑いしね。パン一もない、パンもないのか、マジか、パンゼロだ。パン一ですか？私違いますよ違いますよ。そうだとしても言えない？私？そんなことないですよ。やめてくださいよ。やめてください、本当に。嫌になっちゃう。ありがとう。私レベルになるとパン2になるんで。パン1とかで。
安心でしょ。腹巻きしてそう。うん、そんなことないよ。腹巻きしない。冬でもしあしてたわ。夏はさすがにしないよね。今日もありがとう。夏布団か、かぶります。なんかタオルケット、最近タオルケットに身を包んで寝ています。新幹線、そう、新幹線にも持っていく。もう新幹線でさ、その座って眠れないからさ、どうにか頑張ってこうちょっとでも横になりたいんですよ。だからまあ席も倒すんですけど、さらにこうお尻で座るところを背中で座るんですよね。こうでこう滑り台のようにこう斜めになって頑張ってちょっと横に なりたいっていう気持ちで寝てる。え、わかりますか？ちょっとこれ絵描きたい。どんな花束ありがとう。そう、傾きは自分で頑張ってこうかけるわけですよ。だからこう新幹線の席がこうあって、あ、ちょっとこれ違うな。こう倒して、こういう感じですね。もうあのお尻じゃなくて背中で座るみたいな。なんかわかる、こう頑張って頑張ってこう頑張っていけるとこまで行くみたいな。いや落ちてはないんですけど、この背中の部分でこう頑張るみたいな。いや、これでも割と寝た気持ちになるよ。これおすすめ。尻はエアーんで。お尻ですか？お尻、確かにちょっと若干座ってないね、これは。終電でたまに見るよ、こんな人。それはきっと私ですね。これこうなっていく、だんだん。これにこう布団をこうかけて寝る。ありがとう。写真撮ってもらって、私の寝顔、寝てる姿。でもね、千穂ちゃんがね何枚か持ってたんですよ。私のなんか、私が千穂ちゃんのあのアルバム作ってるんですよ。千穂ちゃんの寝る姿っていうアルバム作ってるんですけど、これであのこう新しいのが撮れたら千穂ちゃんに見せるんですよ。これが新作でって。そしたら千穂ちゃんも最近なんか私の寝顔っていうか、私のその寝てる姿の写真を集めてて、
ね、あったんですよ。私の写真撮ってたんですよ、寝てる姿の。え、だいぶやばかったこりゃやばいっていうぐらい、うん、やばかった。ちょっとなんかお互い撮ってた。口開けてる、え、口開けてたかも。私よく口開けて寝るんだよね。うん、息が、あ、そう、なんか鼻炎、鼻が悪くてすごい、で、あの横になると鼻が詰まって息ができないんですよ。本当にあのなんか閉鎖されるんですよ、鼻のなんかもう奥が。で息が通らなくなって口が開いちゃうんだと思う。息が本当にできないの。できない。あー夢の中なら自由に振る舞えるのに。これ夢の歌だったんか（笑）いやそうなんよ。鼻炎、いや本当にね、鼻がめちゃくちゃ悪い。最近あの鼻をシャーってやるんですよ。シャーってやるやつでやって寝るんですけど全然治んない。鼻うがいじゃない、なんか点鼻薬が、点鼻薬です。すぐ出てきた。これ置いとんよ、もうすぐに鼻がシューってできるように。これは私のそう、もう必要なものです。これちゃんと病院でもらったからさ。いいね、ありがとう。アイボン気持ちいいよって。アイボンって目にやるやつじゃないの？鼻にも使えるの？アイボンだから、アイボン。鼻うがい、鼻うがい、ノーズボン。あ、目にやるやつか。何もやっていいんかと思った。こうブク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 。違うんか。鼻にも実は鼻にも使えるんかと思いました。鼻うがいこうでしょ。こうやってやって。点鼻薬効果が、いや、喉に来るんですよね。こうシュッ、こう鼻と喉ってつながってるじゃないですか。ここにまで来る、流れてくる。はい、ありがとう。ねえ、聞こえる？セミの声。もうさっきからずっと気になってしょうがないんだけど。
明日雨だから急いどる。え、何？引っ越しってこと？聞こえん。え、ちょっと待って、ちょっと窓の近くに行ったら聞こえそうなんだ。待って、これセミじゃない？虫？もうずっとこれ、この音めっちゃ気になる。これ何の音？虫の音か。セミじゃなかったわ。これ誰？え、セミか。え、なん？ほら、ずっとなんか言ってんの。セミ？あ、これセミなの。気になってしょうがない。風の音。カエル？ゲゴ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 。これ私のタンス。画角が違う。ここにいるのサムが。でってでーん、このタンスの支配者サム。まあ守ってる。そう、タンスの番人サム。いつもあのこのここのタンス開けるときにちょっとこうサムさんってお願いしますここ守ってくれてんの何入ってる？服とか入ってる？服とか小物とか。58？ おやおや、おやおや言われる。おやおや、私の可愛いカーテンを紹介して終わろう。カーテンの中、太陽と彼女と私。こちらが私の雲カーテンです。クラウド、クラウド、かわいい。でこれね、あの遮光じゃないからね、いつもね日差しが強くて目が覚めるの日光当たりまくり ということで壇上を呼びます。福太郎さん、ふっちゃんさん、マクアラオンさん、元町さん、金友さん、ケンジさん、ミッキーさん、刀剣太郎くんさん、ゆずきちさん、ボンちゃんさん、マサさん、熊根パパさん、シーサさん、ありがとうございます。2枚にしないの？いやもうね、2枚にしようと思って3年ぐらいが過ぎました本当はやりたいんですけどねじゃあおやすみなさい。おやすみなさーい。また明日。明日は公園です。初めて見てくれてありがとう。おやー。